はい、えー、動画のご視聴ありがとうございます。大樹です、えーと。本日はですね、アックスヘビーユーザーデジタルゲート機器も使い倒してきたおじさんがですね、アナログの機器を紹介していくということで、ツイッターの,の DM とかでもですねあの、コンパクトエフェクターは使わないんですかとかね、併用するときどうされてますかとかあの、まあ、アナログに関するご質問もあの頂戴しておりまして、で当然あの自分の環境柄というか仕事柄ですね、 えー、フラクタルケンパだけでやるときもあれば、えー、例えばですけどフラクタルプラスパワーアンププラス現場のキャビネットを実際のアンプとして鳴らしてマイキングしてもらうとか、えーまあ、デジタルを活用する場面もありますけれどもあの純粋にコンパクトエフェクター1個でいくときとか、まあ、ちっちゃめのボードとか以前ご紹介した大きいボードとかですねそのまあ現場の環境とか要求されるサウンドに合わせて、えー、機材は使い分けをしているんですがあのそんな中でも非常にあの まあ、使用頻度の高い、えー、自分のペダルっていうのがいくつかあるので、あのーまあ、何回かに分けてというか、あのちょこちょここれからですね、そういうコンパクトエフェクターもご紹介してみようかなと思っておりまして、えーと、以前、あの、iOS、えー、のですね、スモッキーオーバードライブというペダルをご紹介する動画、だいぶ前ですけど、上げた時には、えー、まず、あ、その動画の作り方とかもまだよくわかんないような時期なので、えー、音質とかもひどくてですね、 あ,のあまり、えー、いいプロモーションはできなかったような反省もしてるんですけれども、えー、と今回は、えー、と別なものということで、えー、行ってみようかなと思いますので是非、えー、ですねご覧いただければと思いますそれでは早速ですね実機をご覧いただこうかなと思いますので、えー、こちらですはいということで、えー、A キラートーンというところのです、ね、トレンチコートドライバーというモデル名になるんですがえー なんだそれと見たことねえぞそんなやつっていうようなですね <laughs> え多分反応がほとんどじゃないかなと思います、えー、まあというのもですね、えー、このビルダーさんがご自身で作られて、まあ、直接販売をしたものと特定の楽器店さんのみで数台販売されただけなので、えー、とほとんど、まあ、見る機会がなかった方は存在すら知らないペダルと。 い、えー、いうこととにななるかなと思いますただですね、あのこちらちょっと今透けて見えてますけれども、これですね、えー、とコルグさんが、えー、権利を持ってらっしゃる y o u t u b e というですね、お名前聞いたことあるかなと思いますけれども、えー、とこの部品を使ったペダルになってまして、以前、ムック本っていうんですか、あのザ・エフェクターブックでしたっけ えー、エフェクターにた、まあ、関する情報が常に細かくびっしり載ってる本ですけれども、えー、とあちらでですね、YouTube を使ったペダルのコンテストっていうのが開かれた際に、えーとまあ、入賞してると,、えー、と、優勝ではないですが、えー、非常にいいところまでいってるということで、あの本にはちゃんとこれ載ってたペダルになりますから、もしかすると、あ,あの本で見たペダルこれかって思う方も中にはいるかもしれないかなというところでございます。で 発売されてですね、どのぐらい経つんでしょう、えー、と僕の記憶が確かなら、発売されたのが2018年ということで、920、まあ、2、3年前になるんですけれども、もう今現在はこのモデルを制作はされてないと思うので、えーとまあ、全国で数十台、数十台もないですね。<laughs> え何台ぐらいでしょうか、えー、2 30台、30台ぐらいですか ね、多分ね、えー、そのぐらいの台数だったような気がいたします、えー、なのでなかなかあの見る機会がないかなという思うところではありましたけれども、えー、と今日今現在2021年5月の2日に動画を撮っておりますが、えー、と入手する方法といたしましては、えー、もうデジマートで、えー、まだ残ってる在庫をゲットする以外にないというところで、えー、今現在見ると えと楽器店さん違いますけれども、それぞれ1台ずつ在庫を持っているようなので、2台だけ <laughs> とです、ね、この日本に流通しております。なので、もし興味持った方は、ぜひですね、あのデジマートでトレンチコードドライバーと検索というところで、えー、それぞれ手に入れることができると思いますので、まあ、早いものごちになると思いますから、もしご興味ある方は、ぜひご検討見てしてみていただければなと思います。であのその2年ぐらい前に えとこの、まあ、ペダルが、えー、開発されて発売が開始した時に、まあ、サウンドサンプルということで、えー、とトレンチコートドライバーと、えー、ローランドみんな大好き j、えー、c 1 2 0のみで,です、ね、サウンドサンプルを上げてる動画がありますので実際どんな音するのっていうのはあのそちらの動画を見ていただいた方があの一番イメージ湧くんじゃないかなと思います。 基本的にはあまりこのものすごく特別な強い癖があるようなタイプのペダルではないので、えー、すごくフラットにナチュラルに歪んでいくような感じになるんですけれどもあの、まあ、出音自体はね聞いていただいた方が早いかなと思いますので、まあ、そちらでぜひですねあのご確認になってみてくださいというところですあの概要欄の方にリンクも貼っておきますのでよろしくお願いいたしますとでじゃあなんでこれあの音はそっちで聞けるの紹介してんだよって話になるんですが えとその YouTube のですね、えー、サウンドサンプルのところでは、えー、と機能的な使用的な部分というんですかね、えー、の紹介が具体的にされていないことがあってで、まあ、そちらをちょっとまあ紹介していこうかなと思いますで、何なのっていうと,、えー、とまたすみません僕の汚い手が落ちていますけども、まあ、オンオフですね。はい。 あとは、ブーストっていう、まあ、別のスイッチがついてて、まあ、2チャン仕様、2チャンじゃないですね。えっ、ー、と、あくまでオンオフと、このオンの時だけ影響が出るブーストっていうのが、まあ、あるんですけれども、えっ、ー、と、詳しい技術的なことはちょっと僕よくわからないんですが、どうやらですね、えっ、ー、と、この YouTube、えー、2年ちょっとぐらいか、もうちょっと前ですかね、3、4年ぐらい前なのか、そのコログさんが新しい真空管だって言って発表されてから、えっ、ー、と、 ものすすごい多分期待されてたパーツだと思うんですよねそのギターエフェクターアンプ界隈でいくとただ、うんとまあ、商品としてお金がなってますねジャスト12時でございますけどあの商品として販売するにあたってはどうしてもちょっとクリアしなきゃいけない課題っていうのがあったようであの衝撃に弱いんですってねこの YouTube まあ、本当の真空管と一緒ですよね。で、これをじゃあ衝撃に弱いのが、まあ、そのエフェクターとか作る上でどういう影響が出るのかというところなんですけど、えっ、ー、と、もともとね、コルグさんの中にはックスっていうアンプブランドというかメーカーも、まあ、中,に入中に入ってるわけじゃないんでしょうけど、えー、一緒の中でやってるので、その当時ですね、y o u t u b e を使った えっと、アンプヘッドですね超小型、えー、ちゃんとキャビネットが鳴らせるアンプヘッドっていう MV シリーズみたいなのとかが出てきましたけどあれ要はあの水溶機器なので外部から衝撃を与えることはあまりないという前提なわけですよただえー、っとエフェクターコンパクトエフェクターになると、まあ、体重をかけて踏まなきゃいけないじゃないですかでそうするとですねここにこう衝撃がバーンって入った時にノイズが出てしまう可能性が高いとで まあそれをですね、まあ、あの手この手でまあなんとか解消しないと、まあ、商品としてはいかがなものかっていうことでなかなか結局出てこなかったんですよね <laughs> YouTube を使った、えー、いいペダルっていうんですかねいいペダルっていうと語弊がありますねそのまあ大ヒット商品的なものってまあ出てこなくて、まあ、MV ぐらいなんじゃないですかねそれなりに台数としてヒ,、まあ、ヒット という判断をしていいんじゃないかっていうところでいくと、で、えっ、ー、と結局ね、あのなかなか見かける機会がないまま、YouTube の存在そのものが今少し話題があった頃よりは弱くなってきてる気もしますが。 えとまた、ね、いろんなメーカーさんが最近あの、YouTube を使ったものをですね、えー、と発売間近のようだったりするともあるので、えーとまあ、僕が使っている、まあ、このトレンチコートドライバーはどんなものなのというところで,す、ね、でこのビルダーさんはですね、えーとまあ、この衝撃をなんとかノイズっていうんですかね、えー、解消するためにということで実際あのそんなに出ないんですけどこのトレンチコートドライバー君はあのちゃんとまあ中で。 えー、そういう衝撃でやられないための、えー、組み込み作業をされてるらしいんですけどあのー、まあすごい、まあ、いろんな可能性を考えて作ってらっしゃるビルダーさんなので、まあ、どうしても原因量マックスでこっちもマックスで超絶ハイゲインにするとかあとはこれ一応9ボルトってなってますけど12ボルトまでいけるのかな確かそうですね。 12V でやるとまたそのノイズというか、イオンの聞こえ方が違うらしいので、まあ、もし万が一気になったときのためにですね、えーと、外部からのラッチ信号ってうんですか、はい、で制御することができる設計されております。で、あまり見慣れない端子だと思うんですけど、ステレオミニジャックの太さっていうんですかね、イヤホンとかの細いやつですね、が2つついております。 なので、えーとまあ、エフェクターの、えー、スイッチャーですかね、をお持ちの方なんかは、ぜひそっちから制御していただければ、まあ、本体を踏む必要はないので、まあ、結果的に、えー、ノイズレスということで大丈夫ですよと。で、さらには、スイッチャーは使ってないけど、踏むの不安だよっていう方のために、えーまあえー、何かしらの外があるのですね。 信号を送るようなペダルというかそういスイッチだけ使えば制御できますよということになっております。で非常に親切設計になってましてあのビルダーさんがですねこれご購入いただくとこういうのがついてきます。先ほどお見せしたイヤホンみたいな細いやつのプラグの形をしているものが2個。で反対側は、えー、とギターのシールドドのジフトさんの、まあ、ステレオのケーブルを入れる。 ことで,まあ、制御できまますすよとということになりますで当然あのこれと同じ機能を持つケーブルでさせれば別にこれじゃなくても大丈夫なんですけど、まあ、最初からついてきますよということでここにですねこんな風にさせます。よいしょと。 でも、折れさせちゃったことで、まあ、ここの操作は効かないので、あくまでも外部からの制御になっちゃうんですけど、じゃあ、どんなふうになるのということで、まあ、そこをですねぜひお伝えしたかったなというところになりますので、少々お待ちください。はい、ということで、今、ですね接続が終わりましたので、どんな感じかお見せしていこうかなと思います。えー、やっぱりですね、えー いやコンパクトエフェクターを外からそう、まあ、スイッチで操作するなんて何,何使えばいいんだよなんてね迷っらてらっしゃる方もいるかもしれませんのでそんな方はもうみんな大好きボスですね <laughs> えとデュアルフットスイッチ FS7 ということで、えー、とこういったタイプのですね、えー、チンゴとかだけ送るものをですね、えー、有線のケーブルで、まあ、ここに入れるとでそうするとこんな風うに、まあ、この B の方下段を踏むとオンオフの代わりですね、はい、で上をやると ブーストのオンオフ両方光ってる時みたいな感じでですねあの外から制御することができますでまああの実際のサウンドサンプルは本当に、えー、YouTube のリンクの方でご覧いただくのが一番間違いないと思うのでそちらを確認いただければと思うんですけどあのまあ、雰囲気だけですねえっ、ー、と普通のクリーンー音ですね ここで、えー、とオンをさせるとこのニューチューブを使った歪みが効、えー、きます。えっとこれ原料ゼロにしても若干歪みますね。 ただあの聞いていただくと音がガラッと変わってると思うのでこれ今あの一応 JC を想定してクリーンの音を鳴らしてるんですがえっとまあフェンダーでもボックスでもどんなタイプでもいいんですけどえっとあまり配ンじゃないようなチューブアンプのクリーンの時点でジャリンとした成分ですねそういったものが最初から付与される感じのキャラクターですなのでえっと右手の強弱 ピッキングののダイナミクスにあのめちゃくちゃゃく反応しますなんで今ものすごくソフトに弾いてるわけではないんですがまあ、リラックスしてる、まあ、僕にとってのデフォルトのピッキングの強さなんですけど、まあ、例えばこれ真ん中ぐらいまで上げて右手だけでですね、えっと、音が変わっていきます。 とということでですね今あの音色何も触らなくても右手だけでだいぶ歪んでる印象のところからすごいクリーンのところまで、えー、しかもそのまあ砂輪っていう成分を残したままですね、えー、プレゼンス感というか、えー、そういうのがまあ付与されてるような感じで弾けるということでまあそのビルダーの方本人がですね、えー、まあチューブアップが大好きだっていうか常にチューブアップを弾くのにも慣れてらっしゃる人間なので まあ、ソリッドステートのアンプにどうしてもペダルでやらなきゃいけない時にも、まあ、全く同じじゃないにしてもこの newtube っていう部品のおかげで何かそういったことができるんじゃないかっていうところからですねあのご本人自身が、えーまあ、既存のペダルをなんとか、えー、自分好みに変わるものはないかなっていうことで、えー、本人も使っているペダルなので、えー、まあ弾き心地としては非常に、えー、そういったタイプのアンプに近いかなと思います。 で、ニューチューブを使ったペダルとかアンプヘッド、まあ、ボックス以外にニューチューブのヘッドってあるのか分かんないんですけど、えー、まあ、ニューチューブを使った製品ですかね、まあ、何個かは弾かせていただいておりますけれども、ニューチューブを使ったから真空感みたいな、あの、なんつうか、このタッチ感が出るっていうことでは多分ないんだと思います。やっぱそのニューチューブを使った上で、えっ、ー、と、それをどういう風にパーツとして活かしていくのかっていうことで変わってくるんだと思うので、 えとまあ、少なくともこのトレンチコートドライバーっていうのに関してはわり、えー、かしナチュラルな要素が強いかなと個人的には思っていてなので、あのー、コンパクトエフェクターのちっちゃいボードで行かなきゃいけない現場とかあとまあとりあえずなんかペダル1個2個持っていくしかないかなっていう時には、まあ、僕はこれを持っていって使っていてあの非常に事足りてるというところですね。で一応このまあゲイン量 マックスでブーストレボマックスでえっ、ー、と今このペダルの持ってる一番のハイゲインサウンドまで行くと。 まあそれなりにえーそこそこ歪むとこまではいけますのでえまあ超絶ハイゲインメタルサウンドとかジェント系とかは厳しいかもしれないですけどあのそんなに困らないかなと思いますただですねあのこれは言い悪いとかうまい下手とかそういった意味合いで言うつもりはないんですがえっとギターのピッキングが何て言ったらいいんでしょうえー ものすごく弱く弾くことしかできないタイプの方ソフトタッチしかされないっていうんですかね強めのピッキングバーンみたいなのを一切使わないよっていう方が多分このペダルを試すと今弾いてるの音は出ないと思いますえー、やっぱある程度このまあ newtube を使ってるこのペダルの中にギター側から、まあ、入れていく信号によって音がダイナミックスがだいぶ変化するペダルなのでえっ、ー、と個人的にはあのー ピッキングが強めな方は逆になんかずっとバリバリしてるんだけどみたいな感じになっちゃう気もしないではないのでえとご自身で右手だけでなんかそのタッチとかそういうのを変化させるのが好きな方には非常におすすめできるペダルだと思います。なんであの不特定多数の方が弾いてみんなが気持ちいいっていうよりは えー、ギターそのものの表情とかキャラクターとかをピックアップとかボリュームだけじゃなくて右手と左手のタッチで、えー、いろいろこう変化させるのが好きな方には非常に向いてらっしゃるんじゃないかなと個人的には思います。であと昨今のね、まあ、僕もアックス使ってますけどあのそういったデジタル系のプロセッサーでアックスとか、まあ、ケンパーヒリックス等々の。 俗に言うハイエンドじゃないもの1万円台のマルチフェクターとかの中にもモデリングとか IR キャビネット今使いますからそういったものを使ってらっしゃる方にも前段にこれかましていただくことでだいぶそのチューブ感みたいなのを付与しながら音を作ることができると思いますこれはあの真空管バッファーみたいなそういったことを言ってるわけじゃなくてあくまで歪みペダルとして使うという前提なんですがその無機質な デジタル系のサウンドに倍音感とかプレゼンス感みたいなのを付与させていくみたいなですねそういった使い方もできるので、えー、ぜひですねあのご興味ある方、えー、今日2021年5月2日現在残り2台となっておりますので、えー、ぜひですね、えー、ご興味ある方は YouTube の概要欄の動画もサウンドはいっぱい載ってますので聞いてみていただいて早いの勝ちでゲットしていただければなと思いますのでよろしくお願いいたしますと。 ということで、えっ、ー、と、アックスヘビーユーザーがレビューしていくコンパクトペダルということで、一発目は僕も使っている A キラートンのトレッチコートド,ドライバーのご紹介でした。動画のご視聴ありがとうございました。